あ、カプコン。懐かしいこの音。ああ、青い髪のやつが出てきた。ああ、雷が。ああ、暗い画面。ああ、タイトル竜の戦士。ああ、 TM。 ああ、プッシュスタート。ああ、じゃあやるか。旅の記録作ります。未登録です。なにこいつ、めちゃくちゃ敵の顔してるやろ、これ。ひらがなしかないんか、これ。レヴィンって入れたいんけど、レヴィンって入れらんないやん、これ。カタカナでこそ、なんやったらアルファベットじゃないとちょっと困んねんけどな。これ見えてないだけなんかな、めっちゃ近づいたら見えんのかな、これ。ひらがなか、結局。こいつのおでこになんか山って書いてないか、これ。漢字使えんのか、これ。ひらがなと山だけか、これ使えんの。まあ、敵みたいから敵にしとくか、じゃあ。しゃあないな。この漢字あるやないか、これ。カタカナあるやないか、おい。おい、ステレオ、使えるやろ、これ。例あるやん。まあ、ええか、別に。おー。怖いなぁ。目覚めよ、敵。再びこのように災いなす者が現れた。竜の力を取り戻せ、敵を。世界が。世界を守るために、めちゃくちゃ言うてんぞ、こいつ。破綻してる。起きるんじゃ敵、死にたいのか。もう、これは確かに死にたいって言われてもしょうがない状況やな。早う起きろ、村中が大火事じゃ。家も畑も全部燃えとる。とりあえず下に避難するぞ。お、音楽変わったな。すごい人がおる。この危ないから早く立ち去らなあかんのに、なんで集まってんねん。この建物は丈夫じゃし、わしの魔法もあるで、まだしばらくは大丈夫じゃ。別に出てもいいでしょ、行った方が。わからん、一体何が起こったんじゃ。村の者はみんなここに避難させた。敵の姉さんももうすぐ来る頃じゃ。敵の姉さん？え？敵の姉さんがいない？そうか、すまん。敵の姉さんって何なん？敵の、しつこいな。敵のお姉さん、セイラなら大丈夫よ。あれだけの魔法の使い手がこんな日にやられることはないわよ。長老大変です。お、村人、長老、村の外に黒い竜の旗が見えます。すっかり村を囲んでいます。脱出できません。長老、黒い竜、黒竜族か。黒竜王、ゾーゴンが、世界征服を企んでいるという噂はどうやら本当だったようですね。手始めに我々、白竜族を消そうと。ああ、わからんわからん。わからんわからん。黒竜と白竜、ポケモンか、わからんわからん。どうして私たちが狙われるのですか？あ、もうわからん。わしらは竜の力を、ああ。赤い字で書かれるとわからん。忘れてしまったというのに、わしらに逃げ道はないとすれば道は一つ。そうじゃろう、みんな。わかりました。でも行くのは私一人です。何をしたんじゃ。少しの間に石になっていてもらいます。無茶な。いくら石になっても安らに見つけられたら同じ。敵、強くなりなさい。あなたが立派になって再びこの世に平和をもたらしてくれると信じていますよ。長老、皆さん、さようなら。百竜族に竜の神のご加護がありますように。なんでこんな勝手な行動すんの。いやー、ちょっと考えられんな。全員意志にして。めちゃくちゃ燃えてるのに、お前これ、家屋とか財産、どうすんの？損害賠償できるんか、こいつが。てかもう、敵も意志にしたらよかったやろ。なんやねん、このゲーム。わけわからん。あー、もう腹立つ、マジで。なんやねん、マジで。おかしいやろ。なんでやねん。
俺の思うような行動しろよ。お前を操作してるんやろうが。キャラクターを。なんやねん、俺ができるの移動だけかい。行動はできひんってかい。ほんまに。ほら見ろ、これ隊長のところに連れて行こうとか言われて。思った行動できてないぞ。当てが外れてるわ。もうな、4方向塞がれて。真ん中の漢字当てるクイズか。まずはこいつを。始末しよう。悪く思うなよ。これも任務だからな。ああ、申し訳ない。ちょっとやっちゃいます。うわあ！以上です。